菅総理大臣は昨日、総理公邸でおよそ5時間閣僚と意見交換し、来月上旬の臨時国会召集までに短期1年間、3年間、それぞれの政策実現案をまとめるよう指示しました。総理とね、全閣僚と非常に、活発な意見交換ができました。それぞれ政策の課題について、短期的、中期的、長期的な工程というものをしっかり立ててほしいと、こういうご指示がありましたので。5時間にわたった菅内閣の合宿では、臨時国会に提出する法案の内容や、各省庁の政務三役会議の在り方、政治主導などについて議論されました。また政策課題については、成長戦略や社会保障、外交・安全保障問題など、幅広い分野が対象となりました。菅総理は今後も月1回程度、このような集中討議を行う方針です。